はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。隣の楓です。お仕事されていることってね、スーパーのお仕事だったりだとか、あと会社の中でのその事務だったりとかっていうのがありますけど、仕事中にお茶とかね、飲める人は飲むんでしょうけど何を飲みますかっていうことで、私はね、今仕事してないんで、しょっちゅうね、こういうお茶を飲んでいますが、前はね、スーパーの惣菜の方で、働いていたんですけど、やっぱりお茶ですかね、ペットボトルの。周りの人もね、やっぱりそれぞれのお茶を買ってきたりとかして、買ってはいました。飲んでいましたね。やっぱりそれぞれの個性というのかな、何かを飲むっていうのは、いろいろと、特徴が出ていますね。基本的にはお茶か、紅茶も含めてお茶か、あとコーヒーかって分かれると思うんですけど、どうなんですかね。他の方なんかは事務所っていうのかな。事務関係の方なんかはやはり温かいお茶を、作って、自分家でね作ってやるっていうことが多いのかな。ちょっと他の人のお茶とか見てみたい気がしますけど、皆さんどうでしょうか。できたら教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。